じゃあ次の機会に。花聞くね王子。本当は記者の方が向いてんじゃん。王子やめて新聞記者かよ。でさ、探せる人探しててごめん、一般人にはちょっときつい場所、パパッと行ってきて、お礼するからさ。よく食べたわ。綺麗な海と洒落た魚介。またお使いじゃん。これまでの報酬を考えると悪い話でもなさそうだが。まあそうだけどお使いだよな。どっか納得いかねえか。準備はできているか。あ、よし行くか。こんな天気でなんで外歩くわけ？ノクト、右。わかった。さあ、宝石探そう。最初から宝石ならいいがな。原石だぜ。ノクト、後ろに注意してくれ。わかった。この体だな。ノクト、夜のドライブは危険だ。一度町に戻らないか。だな、町に戻るか。よし、町に戻るぞ。この辺、なんとなく暑くない？ああ、俺もそう思ってた。隕石がかなり近いはずだ。その熱かもしれない。あったぜ、俺だろ。え、原石か。地味だな。じゃあ次行こうよ。
よし、じゃあ次の石んとこ行くぞ。覚悟してもらおうか。練習練習。大丈夫か？ああ、問題ない。調子だノクト。ああ、パパパパン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 パパーンってか、随分上機嫌だな。原石か、揃ったな。もう戻ろうぜ。早いな。王子くらいだと死骸相手でも楽勝。いや、苦労してるわ。ああそうなんだ。じゃあこれ、俺それこれまでのと違うんで、今度感想聞かせてよ。よく食べたわ。